じぎじおじぎじ負けちまったこいつに <laughs> この怒りデザイア本日はなぜか2つイベクエ配信ということですチーズハンター超かっけシューター最近パイセンの羽長さんから教えてもらったかけり虫がマジでギャザールな代わりにヤバゲラ依頼をやってくれたらかけり虫を使ったイケてるポーズを伝授するこの怒りをすべてこの星5に ぶつけていいきたいへー今回はやばいんじゃないの今回はね、ちょっと、ちょっと最近双剣使いまくりだからね、爆破スラッシュワックスだ。爆破スラッシュワックスで、この朝が敵をすべて、モンスターをすべて爆破してやろうという魂胆さ、アイテムを忘れるなよ。いつも忘れるからな、大丈夫だ。さていこうか。本日、二つ目の、 イベントクエ駆け抜けるデザイア。ちょっと、楽しみじゃないか。ポーズがよ。ん <laughs> まさかでも、負けへんやろ。いや、まさか負けないっすよ。お私今日は水没リー二つですかビシュテンゴプケプケロワールドロスだけども、なんか、 ビシュテ天ゴだっけあ、ビシュテ天ゴまだ来てないのか後から来る系の、後から来る系のお兄さんというわけですね。えー、いいでしょう。主青はここには来ていないな。よーし、よし、大丈夫か。何を言ってやがる。俺は主青柱から逃げているんじゃない。 まあ何から逃げているわかんないね。何から逃げているかと言われたら何かから逃げているんだ。とりあえずロワールドロスから行かせてもらおうか。お、この辺のモンスターたちは久々ですね。さあ、見せてもらおうか。そう、俺はスラッシュアックスが大好きだ。なぜなら、スラッシュアックスにはこの、このぶっ飛ばし攻撃へ、無敵の攻撃があるからだ。さ 爆破創剣じゃなかった。爆破スラッシュワックスの威力を見せてやろう無敵のなどうだ最後の一撃144ダメージが爆破創剣の爆破もダメだ爆破創剣って言ってしまう。爆破スラッシュワックスの威力により圧倒的な火力になっている見せてもらおうか。おー !144、そう数が多いからな。こいつは非常に、だが、ちっちゃいから 久々に使うこいつで、どこまでやれるかといったところ。ダーンぞー。いいぞー。爆破なのに、今の技でよかったのか。ロワルドロス、私の怒りの、石となれ、切れ味が、ちょっと無茶なビルドだからな。切れ味が、厳しいところだが、だが大丈夫だろう。大丈夫。いける。俺だったらいける。どっせい、どっせー よしこのまま次のモンスターのところに行ってしまうここはもう基本的なところだから報酬があるクエストですからねここは基本的なところだうん目指すわ目指すわきききききキチチどこだどこだどこ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 にどここどこ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 こどこ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 こいる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 どこ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  ケッシュがミル属性だったかないやーいいタックルだ。いいタックル。これは、これは、おけが間違いなしといったところでしょうか。あー、間違えた。普通のタックルで、ダブルミーニングをしようと思っていたのに、ミスってしまったようだが、まあいいだちょっと、ノーコン、ノーコン、ノーコン、ノー逃げるなよ。逃がさんぞ。逃げたくっ。マカレンキン用の素材がちょっと足りてなくなってるからな。この辺の素材もらって帰ろうか。 ああ、残念。やめて鼓膜が私の鼓膜ただでさえ、ただでさえ、ただでさえ、なんだっけ、あのー、なんだっけ、あの、若い子に聞こえる音が聞こえるというアプリを試したところ、全く聞こえなかったこの、いかれた子生の耳が、お前たちの、そのボイスによって、お前たちの一旦の責任はあると思いませんか今まで何度となく、私の耳を破壊してきた、そういった、そういった責任があるとは、 思いませんかあ,あいって。くそ、こいつら、この、なんだっけこの、このスラッシュアックス抜刀剣では戦いにくい。が、しかし、私はやっていくぞ。ザーンいいダメージだ。500ダメージだ。反対からな。もう弱ってきています。爆破もまだ全然残っている状態で弱ってきています。さあ、見せてくれさいよ。 さあ、どうですいいダメージですね。ああ素人メー分素人メー分しちゃった、うん、こっちにはお前ゴリ押し無敵タックルが討伐完了。まずは一体。いや、爆破武器おすすめですね。素の物理火力が今作は高いから、爆破属性は、あの、本体の性能が高ければ、全然ガリガリ強いですね。しかも今回はね、複数のモンスター戦うことが多いからね、これはおすすめですよ。これおすすめだ。 一体のモンスターとやるときは、ぶっちゃけね、結構爆破足りなくなってくるんだけど、あの、相手がクシャルダオラとかでもない限りね。でも、この、薬による強化もあって、食事による強化もあるでしょマスターランクでまた火力がブーストできるようになったら、この爆破の威力も多分今までの経験上、マスターランクになるとね、あの、モンスターの体力が増える代わりに、多分、タル爆弾とか、タル爆弾は変わんないかな 爆破のダメージはね、多分上がるんだよ。多分。毒ダメージも、回から上位で上がったでしょ。同じようにね、多分ダメージ上がるんですよ。なんでね、お前は、ターゲットじゃない。<laughs> なんで多分爆破はね、今後、今後要注目といったところですね。さて行こうか。さて、さて行こうか。んー、ばらけて嫌がるからな、道がよくわかんないな。こっちだっけこっちか。あ、ビシュテ天ゴも来ましたね。 ビシュテ天ゴも、だいぶ久々だなイベント以来じゃないですかね。だ、ュテ天ゴさん戦うので、ね、超強化ビシュテ天ゴとか来たら普通に強そうですけどね。さあ、達たしてどうなんでしょうか。さて、どういった言いました。激墜激墜しそびれてしまったといったところか。す <laughs>。ちょっと待ってくださいよ。なんで逃げるんですどこだ、ここはこんな場所がこんな穴がこんなところに開いていたえ、こんなとこあったっけまだまだ不思議がいっぱいの。 あいつどこ行ったおい、プケプケおめえ忍者かえ、下行ったあいつ下行ったのかこのガイアのへそから、私は行くぞ待ってろよ、ゾーマー。よし、来た、これ。さて、ダウン無敵だー無敵になりた。しかし全然ダウンしねえな。<laughs> どういうことですかね。さあ、丸ボタンを連打しているだけで、相手を倒してしまう、このスーパービル。耳をやらアーサーの耳が、もういい音したんだ私はアーサーと同じぐらいの年代です。 あらったかいしょ眠ったところで眠ったところでお前も鬼にならないか全員で力を合わせて主青頭を倒しに行こう私一人の力では勝てないかもしれないがみんなで勇気と知恵を振り絞れば我ら鬼とって人に人じゃない青頭に勝てるはずださあ創立していこう昔昔青頭 助けたプッケプッケ捕まえてビッシュテンゴこれ行きにくいやつこれ行きにくいやつですね行きにくいのでドン、うん、プケプケお前はどうやら運が悪かったようだお前ではビッシュテンゴのところまではたどり着けない残念だがなお前はここで 我らの供物となりて、食料となりて、美味しく食べられてください。だが、毒がありそうなので、えー、調理師免許を持っている人が、ちょっとちょちょ,ちょっと掘らせてくれ。調理師免許を持っている人が、さばきましょう。さて、はい、ジョリン、ウロコがね、これがまたパリパリして美味しいんですよ。このボコボコしているの何なんですかね、この、プケプケさんのね、お尻の方にあるね。これにやっぱ毒が詰まってんだろうな。さ、もう一匹。 柿ばかり食っている。柿天狗。次は貴様の番だ。次は貴様の番なんだけど、どこおるの上かい上だな。ビッシュ天狗。最初会った時はだいぶ驚かされたが、お前さん、と変わった形してるな。その尻尾、若干気持ちが悪い。よくよく考えたら尻尾で、その、パーを作ったりグーを作ったりっていうのは、生態としてはやばいのではないのか。 どんな生態してんだお前それチョキとかも作れんですかねビシテンゴじゃんけんじゃんけんパーン柿きて考えてみたら硬足類とかそういうモンスターでな,でなければもうかなり不気味なポジションにいるのではその尻尾これ実際リアルにいてこれニギニギしながらこの尻尾で襲ってきたらそれはもうね神話生物なんですよそれは、ま、化け物なんですよモンスターの域をね超えているんですよね もうどう考えても3本目の下ネタじゃないですよ3本目のね足真ん中の足なんだよねしかも足よりも全然動くからねお前の強化個体というかなんつうの別種シュは相当強そうな気がするぜ柿をその肩に受けデッドボールそしてお前をホームランというわけだビシュテンゴビシュテンゴ強ややはり1スのように過去いたモンスターたちよりも圧倒的に今作の看板の 看板たるタル、妖怪モンスターの看板たるタル、一種だけあり、その強さたるや、まあ、実際、お前と初めて戦った時は、強えなって思ったからね、だけどよ、だがよ、だがよ、そこにはランクという壁がある。お前がいかに強かろうとも、そこにはランクへ、星5だか星4という壁がある。そいつを無視して、最強を名乗るには、厳しいが、でも、ヌシビッシュテンゴはマジで強そう。ヌシビッシュテンゴは本当に強そうだな。 全然がオワシュラが主化しているから、お前は主になる。素養があるぞ。お前も主にならないか。さてくらい、爆破の、手を手すかどるの、待って、ズドンあ犠牲者たちが、かない天皇。お前のその、身勝手な振る舞いのために、あそこにいた、あいつら、名前忘れた。なんだっけ、あいつらは、犠牲になったのだああジャンピング素人ムーブ ジャンピング素人部ブだ。だがよ、ここが、俺の送どころ、総流所見せて,てやろう。だがもう、テクトに行って決めないからな。適当にぶつけさせてもらうぜ、ビシュテンゴお前さんは、頭がいい。つまり、脳みそがでかい。つまり、この突撃は、他のモンスターよりも、よく効いているというわけだ。精神的にな。そう、ゴリラは、その知能が高すぎるために、痛みに弱いという弱点を持つらしい。お前も、おそらくそういった部類のところ、痛かろう、痛かろう 聞いてるか聞いてるか聞いているのかいやましい知恵高い頭よし頭よしお前が闘技場とかで複数のモンスターとなんだまたか複数のモンスターととを組んでこないことがよくわかる気がするお前がととを組んできた場合初心者ハンターは地獄を見そうだからなお前はサポーターとしては非常に非常に高い素養を持っているようだそうだなその速い スピードとトリッキーな動きいろんな能力を持ったガキそして俺の耳を破る方向いや耳はやめてください耳はやめてくださいお前もお前はもうなんかもうどっちかっていうと鬼の鬼にならないかっていうかもうちょっとその尻尾とかも若干鬼のレベルだからな最高お前強いぞプケプケに比べていやあこちらへの恨みはとりあえず少し晴らしたといったところがドクドクガキドクドクガキデカデカガキ この特殊なアイテム、いつか武器素材として、キハンマーを作れる日を楽しみにしておこうか。さあ、今回はちゃんと見ていこうね。チキン、チキン、てて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 この曲は違うとこの曲だけれど。さあ、素材はまあ、でも、三匹倒せるから、あれか、うまく、 でも、ま、どうだ、プケプケ、ビッシュ天狗、ロワルドロスの素材か。双剣ではあんま使った記憶はないけど、ハンマーとかがかなりいい感じかな。この三匹をね、同時に倒せると。水耕厳重に鎧ダメ、鋼の卵。まあまあまあ,まあといったところか。13分5秒。だいたいイベックエってこのぐらいで調整されてる気がするな。新しいポーズ。かリり虫ポーズ。見せてもらおうか。アーサーで見せるか。まあいいか、アーサーで見せるか。 朝やってくれんのかなかけりむしポーズ。さて、ポーズです。ポーズセット。かけりむしお、かっこいい <laughs> お、かっん。あ、しかも、服かけりむしポーズ。かっこいいやん。エフェクトありきのポージングめっちゃかっこいいやん。おこれかっこいいね。写真撮りかの、写真家の人にはかなりいいんじゃないですかかっこいい。これは撮っといていいんじゃないかなこのポーズはね。 いろいろ使えそう。マルチの写真撮影でも結構いい感じに使えそう。明かりがあるからな。センター感あるよな。というわけで、こっちのクエストはそこまで難しくないんでね。ほんとね。ね気軽に挑みましょう。それでは、誰も知らないカリウド、イカレタコスケでしたい。い